皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。道楽親父です。今回は、ホンダのディオ AF68、こちらのエンジンを、取り外していきます。前回の動画で後ろの部分の、外装を外しましたんで、今日はここからということで、早速始めていきましょう。というか始まってますね。この防水のコネクターと、コネクターと通常のコネクターあるんで、あとアースが1本ネジ止まってるんで、このネジを外していただけるとケーブルの方がごっそりと、抜けます。簡単なんでね。で、スロットルケーブルの方なんですけども、これ2本の、ナットで、2つのナットで締まってるんで、エンドの方、ワイヤーのエンドの方のネジを緩めると、くぼみがあるんで、そこから線は引っこ抜けます。こんな感じで。これ AF68 のディオなんですけども、ご丁寧にこれスロットルケーブル、その横にもね、固定するネジがついてまして、ご丁寧な作りになっております。これは10ミリの、ソケットで、なんとか狭いながらもカタカタ外せますんで、でもちょっと手こずります。でこのスロットルケーブルと同じような構造でヒューエルホース、これもボルトですね、ボルトで止まってる、10ミリのボルトで止まってるんで、これも外すような形で楽に、外せます。楽じゃないな、古いタイプの人間なもんでね、このヒューエルホースのね、この外し方ちょっと手こずったんですけどもね、やればゴムのストッパー外して、緑のところの、プラスチックの部分をキュッとやるとポンって外れるんで、なんて説明したらいいんだろう。そういうことですよ。口で説明するより見ていただいた方が早いかと思います。で今がヒューエルライン、ヒューエルホースの方の、固定してあるボルトを外して、ここからですよ。まずはこのホースをこうグッと握って、黒いのをこうピッて引っ張ります。ピッて引っ張って、でこの緑のやつをこのギュッてやって、でもう下にこう、下じゃないな、手前にポンっていう感じでこう抜けるんですね。説明ができない。で抜いたらこの元に戻して、こう元に戻しております。ちょっとうるさいよそこ。今隣の部屋に妻がいてね、私の説明になんかイチャモンつけて、分かりますよねこの説明で。であと外さなければいけないのはこのブレーキのケーブル、これもねネジ外して、でこうケースの下にも10ミリのネジ、ありますんで、これ外していただければごそっと取れます。で最近のホンダのスクーターなんかはね、ケースの方にねダクトというかホースがついてるんでね、これの方もプラスのドライバーで、1本で外れます。私ちょっと力がないのか、このダクトというかホースを外すのにねマイナスドライバーでこじるという、なんか最近なんか年のせいか衰えてきたなぁなんて感じますよ。そういえば遥か昔、もう20年以上前になるのかな、私スズキのアドレス V100 乗ってましてね、そういえば V100 にもああいう、なんていうの、ダクトっていうのかな、ついてたなぁなんて。でね、実は私アドレス V100 を2台ほど所有しておりまして、そのうち動画上げます。でいつもはエアクリーナーなんかも外さないで、そのまんまちょっとずらしてサスなんか抜いちゃうんだけど、ネジを抜いちゃうんだけど、今回はちょっとご丁寧にエアクリーナーもちょっと外してみて、こう分かりやすい形にしてからちょっとエンジンを下ろしてみます。でこのエアクリーナーのボックスの中にこのエアフィルター入ってるんですけども、すごい汚れておりました。なんかの動画でお見せするとは思いますが、エアクリーナーボックスなんつうのはね、ネジ3本で止まってますんで、もうちゃちゃっと外しちゃってもいいのかなって思います。
まあぶっちゃけな話ですね、本当にエアクリーナーどころかあのスロットルボディごとこうネジで外してごそって取る場合もあります。そうなるとあのスロットルケーブルなんかも外さなくていいから結構楽ですよ。まあ、今回はちょっと外しましたけどね、スロットルケーブルとか。まあ、というわけでエアクリーナー外すとなんてことでしょう。こんなにね、さすがね、丸見えになるという、楽ちんですよね、こうなるとバラすの。で、サス抜いて、あとはまあ、つながってる、スイングアームとつながって、エンジンのつながってる、ボルトとナット、これを抜く、ボルト抜くだけで、まあ、エンジンの方は外れます。一応全部外したかな、外してるはず。いや、今日もいい天気です。まあ、サザエさんじゃないんだけどね。本当に暑くてね、日陰がないというか、暑い日なんで。まあ、ついでということでね、エンジン下ろしちゃったんですが、まあ、次、なんていうのかな、カーボン紙ちょっと直す、あ、結果カーボン紙でしたね。マフラー外してちょっと覗いてみたら、ピストンも全然傷入ってなかったんで、おそらくカーボン紙でしょうということで、まあ、乗せたまんまいけるかどうか、ちょっとやってみようかなと。まあ、次回にその動画を載せますんで、こうご期待ということで、さて、いかがだったでしょうか。今回はまあとりあえずエンジンを落とす動画です。まあ、何の変哲もない、ただのエンジンを下ろす動画でした。すみません、なんか期待させてしまいまして。次回はカーボン紙について少しやっていきます。あのすごいワコーズのすごいやつを購入しました。こうご期待。まあ、ぶっちゃけばらさなくても、なんかカボン紙って治るような気がするんですけどね、薬品の力で。チャンネル登録や高評価、コメント入れてくれると励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。ドラコ親父でした。